良くも悪くもストレス生活上の集団密度の影響についてのラットの実験があるはじめに4匹ずつのケージに入れその後8匹24匹とケージ内の集団密度を増加させていくケージ内には飲料用に食塩水と蒸留水の2種類が用意されている引数が増えるに従って食塩水対蒸留水の飲料費が 1>, 1ケージ4匹の時は2対1であったものが8匹になると6対1になり24匹と密集した環境では10対1までますラットは密集状態というストレスに食塩摂取を増やすことで対抗しているようだその後には再び4匹に戻すと食塩水対蒸留水の日は4対1まで戻った成績もあるところで我々は 逆に単独の生活がストレスになりうるかいなかを知るためラットを1ケージあたり1匹でしばらく飼育しその後1ケージに3匹ずつにして飼育してみたその結果1ケージ1匹での飼育の方が3匹ずつの飼育より食塩摂取量が多かったのであるこれらのことから導き出されるのは ラットのような比較的集団で生活している動物は適正な個体生活密度というものがあり1匹にされるとかえってストレスが増すのではないかと考えられる食塩と健康の科学伊藤圭一著より引用。さて人間社会の場合はどうか孤独が「孤独第6章」で書きましたように精神的孤立は体を蝕む強力な毒です。 かといって相互理解の低い人が身近にいるのもそれはストレスです接客業通勤電車交通渋滞など意思疎通を持てない混雑はストレスを強めやすい精神的ストレスには慣れがないと言われますそれではどうしたらいいのか一つのヒントは幸福感です倫理学者のピーター・シンガーによれば 社会全体が豊かになっても平均的な幸福感は増大しないどれだけ経済が成長してももうこれで十分という状態にはならないのだと言いますこれは個々人の幸福感に置き換えても同じですみんなと同じものを得た同じことができたとしますやがて時が経つと新たな欲望が生まれる差別化された 今ある以上に優れたものが欲しくなるのです。そして自分を取り巻く集団の中の一部にそれが現実化する。しかしそれは一部のものです。自分よりも良いものを持ち自分よりも良い境遇にあると思える人がいるとします。そうした一部の人と自分とを比較して自分は満たされていないと思いやすいのは人情です。 自分が満たされていないなと思うスストレスを感じるのです。この場合のストレス解消法はこれすでに満たされているを再確認することですそしてありがとうを心の中で唱えることですえそれどういうことページは戻るのですがダーウィン進化論第2章の2つの原則突然変異と適者生存を思い出してください 後者の適者生存ではダーウィン進化論以外の今西進化論も木村の中立論も共に勝者の生き残りというような勝ったか負けたかではなくたまたま適さなかった適さないものは去った理論と言えるのです勝ち負けではないことを知っていただきたいそれで適者生存の適者になるにはどうしたらよいか突然変異することです あなたの肉体は、それでは、と考えても突然変異はしませんよね。しかし、心はいつでも変わるし、変えることが可能です。心には、そういう特徴があるのです。他人の心を変えることは、難しい。でも、自分の心を変えることならばできます。それには、すでに満たされている事実に目を向けることです。 感謝する心ありがとうと思える自分を作る。そうすれば幸福感を増してきます。冒頭のように、ラットでもストレスがあるのです。人間にストレスがないはずがない。最低限のストレスは、生物全体が持って生きているのです。野生動物の最大のストレスは、食料確保と、捕食者に食べられる恐怖です。その点、 今の日本人には今日食べる食事に困る人は少ない人間を食べる動物の恐怖もまずないただしそれに代わる病気が横行しているその分野を改善したいと思います最低限のストレスを大きくするか小さくするかはあなたの心次第なのです